店舗外観、塚田農場は、株式会社 A、P カンパニーが運営する自撮り酒屋チェーンであり、主に首都圏と関西地方で展開している。宮崎県にちなんし、塚田農場、鹿児島県霧島市、塚田農場、北海道新得町、塚田農場の産業体がある。宮崎県の宮崎自得校を使用した、宮崎県にちなんし、塚田農場、 宮崎県日向市塚田農場、鹿児島県の黒摩取を使用した、鹿児島県霧島市塚田農場、北海道の新徳地鶏を使用した、北海道新徳町、塚田農場などのブランドを持つ。自社、定型農家で育てた地鶏の100%を使用していることが特徴。2007年に東京都八王子市に一号店オープン。2011年、十勝新徳町。 塚田農場ブランドでの展開スタート。2012年、鹿児島県霧島市、塚田農場ブランドでの展開スタート。同年10月シンガポールで鍋専門店、塚田農場をオープン。2014年東京都港区西新橋に鴨そばを提供する鴨そば塚田農場をオープンし、2015年からは山形県の西条鴨を使用した店としてリニューアルしている。 46ヶ月連続で前年同月を下回っている塚田農場は2018年3月に佐藤菓和氏の協力を得て中目黒二次特攻を使用した新ブランド焼き鳥塚田をオープンさせた接客において様々な独自施策を行っている具体的には来客一人に対し400円までの範囲で店員が自分で考えたサービスが行えるという 権限以上を行っており、社内では通称ジャブと呼ばれている。ジャブには全店共通のものから店員独自のものまで様々なものがあるが、社内でジャブをまとめたポータルサイトを運営しており、日々新しいジャブが投稿されている。接客の代表的な仕組みとして名刺システムがあり、来店1回目で主任、2回目で課長、5回目で部長と、 肩書きが上がっていく。実際は来店ポイントサービスシステムを変形させたに、すぎないが名刺と肩書きをリンクさせることによって顧客満足度を高めることを狙っている。他にも主なものに、料理の皿にマヨネーズやチョコレートなどでメッセージを書く、特製味噌をタッパーに入れてプレゼントし、次回以降の来店時にタッパーを持っていくと補充してくれるなどの施策がある。 2019年3月1日、消費者庁は、塚田農場、自得国民愛を展開する株式会社 A、P カンパニーに対し、退産のブロイラーを使った一部商品のメニュー表記において自撮りと不当表示したとして、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、約980万円の課長金納付を命じた。塚田農場では2017年4月以降、 チキン南蛮、月見つくね、塩つくね、および椎茸つくね南蛮のメニューに自撮り一筋と記載していたが、実際は大産のブロイラーなどだった。対象商品の売上は3億円超に上ったとしており、同社は再発防止に努めるとしている。なお、この件は富士テレビのバイキングでも取り上げられ、宮崎県が株式会社 A、P カンパニーを推奨することを決めた。 当時の知事である東国原秀夫が番組内で謝罪をした。また、河野俊氏知事も大変残念と苦言を述べた。AP カンパニーに関するカテゴリー。ありがとうございます。